赤番のホームストレッチで5番の山田亮がぐんと位置を上げていきます。そこへ3番小川慎太郎乗っていきますが、その前で1番の高橋洋介、山田亮、吉田健一、中部両者の行為をめぐって1番の高橋がさあ8番の吉田をさばこうとしまして、4番の久木原が前のもつれを見ています。3番の小川慎太郎はいつの間にやら引いて7番手。さあ5番の山田亮が先頭、1番の高橋が番手獲得なりました。そして4番の久木原が意を決した発進で、6番の伊藤太一がそのダッシュに離れています。5番の山田亮を叩く4番の久木原博士、この争い。そして1番の高橋洋介、5番の山田亮が後退している。3番の小川慎太郎がようやくエンジンかかって最終バック、ものすごい伸び足。1番の高橋の牽制をかいくぐれるか。3番小川慎太郎、ついてくるのは7番の黒田潤、真ん中割るのは9番の和田圭など、先頭3番小川慎太郎ゴール、2着7番の黒田潤、3着やや接戦。